はい、こんにちは。今日は心理学のお話です。自分は変われる、これは性格の話ですね。性格が変われると信じている人は全てうまくいくっていうお話をしています。まあ性格って言ったんですけど、言うと性格だけではなくて自分自身の今置かれている境遇だとか能力だとかっていうものも含めてにはなっていきます。で、どうです、皆さん自身はこう、例えばですけど、こうね、幼少の頃からずっとこうね、勉強したりとか学校生活を過ごして社会人になっていろんな経験を積んできてっていう中で、こう5年前の自分とか10年前の自分とかというふうに比べて変わったなっていう実感を湧いてる方っていらっしゃいますかね。あるいはその5年前10年前から5年後10年後っていうのを見据えて、いや私はこんな風に変わっていくぞ、俺はこうなるぞっていう風に変わっていく自分っていうのをどれだけ考えてたかっていうことなんですね。で、今もしそういう考えはなくて、いや人なんてそうそうすぐに変わることができないよって思われてる方は、ぜひ自分は3年後でも5年後でも10年後でもいいですから変わっていけるんだっていう意識をぜひ持っていただけたらという、そんな動画になっていきます。これはですね、とある高校で実験を行いました。もう生徒にアンケートってもうシンプルにストレートに、人は変われると思いますかっていうことを聞いたんですよ。で、変われるって答えた生徒っていうのは、後々に心理的な検査をした時に自己肯定感が高かったりとか、ストレスが少なかったりとか、あるいは不安を感じることが少なかったりとか、それから非常に健康的だったっていうお話なんですね、という割合が非常に高かったわけなんですよ。で、実際に変わるかどうかっていうのはまた別で、そういう意識を持っているか、そういうことを信じられているかどうかっていうことが大事だっていうのがその実験の結果だったんですけれども、要は自分にどれだけ可能性を感じることができているか、信じることができているかというのが非常に大事なポイントになってくるというお話になりますので、ぜひですね、皆さん自身ももう自分に諦めるのではなくて、自分の可能性っていうのは、あ、こういうものがあるんだな、ああいうものがあるんだなとか、あるいは願望、欲望、希望を持って、こうなろうかな、ああなろうかな、ああなりたいな、こうなりたいなっていうことを考えて日々を過ごすっていう方が、今言ったような自己肯定感が高くなる。自己肯定感が高いってどういうことかっていうと、何でもチャレンジをしようとするっていうことなんですよ。だから一歩一歩考えて、いやこれどうやったらいいんだろうな、やった方がいいのかなっていうことを考えるよりも、まずはやってみようっていう行動力っていうのが高まっていきます。それからストレスが少ないっていうのも非常に大きなポイントになりますし、ストレスが少ない結果健康的にもなると。で、不安が少ないっていうことは一発目の行動力っていうのをさらに上げてくれるっていうことになりますから、もういいことづくめなんですよね。はい、ということですから、ぜひ自分は変われるんだというふうに信じて日々過ごしていくことっていうのは非常に大事ですよっていうことです。ただその結局変わるっていうのは自分の意識の中だとは思うんですけど、実際に変わるかどうかっていうよりも、僕はですね、その人が変わるっていうよりもどちらかというと環境とか人間関係とかっていう風に、今自分のそのステータスをこう上げていくというよりも、そこで過ごしていくことができるようになるために適応するっていうのがイコール変わるっていう本来のこう言葉としての正しい使い方じゃないかななんていう風には思ったりするんですけどね、うん、適応していく、環境に適応するとか人間関係に適応していくとか、そんな感じですね、というような気はするんですけどね。皆さんがどう思うかっていうのはまたあるなんて、まあ僕はそう思いますよっていうだけの話なんですけどね、うん、ということで、とは言いながらも、スタートとして何が大事かっていうことを改めて言うと、思い込むことです。あなたは変われます、そうか俺は変われるんだ、そうだ私は変われるんだって思うことが大事です、というお話でした。はい、そんな変われるという自分を信じてですね、3年後5年後10年後どうなっているのかっていうことをぜひ振り返ってみて、あ、変われたなっていう実感を湧く、そんなですね過ごし方をしていただけたらというふうに思います。これは私自身もそう感じたことがあるから、皆さんにも共有、そんな感じです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。